おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていこうと思います。よろしくお願いします。ってことで今日もやっていくんですが、本日はですね、何をやっていくかといったら、ガチャチケットかなり溜まっちゃいましたので、こちらね、一挙に引いていこうと思います。星5確定チケの方はですね、ちょっと今回別に欲しい選手がいないので引いていかないんですが、イブラとか来てくれたら引こうかなと。あれですよね、あのラストエリクサー症候群みたいに、あの溜まっていくっていうね、どっかで使わなきゃいけないと思ってるんですけど、貫突前提になってからなかなかやっぱりね、星5確定チケあんまりちょっとね、露骨にそんな戦力変わるとかはないので、まあ、欲しい選手がね、来た時に引いていきますってことで一回置いといて、それ以外のね、チケットめっちゃ溜まってますので、こちらの方を放出していきたいと思います。まずは確定チケットからいこうかな。確定チケットはね、星3、星4以外はもう出ないのでね。さあ、これは星3確定なんですが、できればインターナショナルカップで使う選手に来ていただきたい。ブルガリアは関係ない。ブレメン・イリエフと知らないですね。ブルガリアの選手って結構多いんですよね。ただブルガリアの選手は結構多いんですが、インターナショナルカップではブルガリアがないので何とも言えないというね。さあ、じゃあ星を確定チケット見ていきますが、この内容って18、19シーズンもいるんだ。フォルスベリがいる。フォルスベリ結構好きなんですよね。あとは、まあ星4は誰でもいいかな。さあ、これもインターナショナルカップで使える選手であれば、怪我しにくいセンターフォワードのポゼッション、誰でしょう、全然思いつかないな。パコ・アルカセルか。パコ・アルカセルはね、ドルトムントで、先シーズンは大活躍、大ブレイクしましたよね。途中出場からの何でしたっけ、ブンデスの得点記録を塗り替えたみたいな、くらいの選手だったんですが、まあ、チャンピオンズリーグでは活躍できずと、まあ、いったところでね、まあ、スペインの選手なんで、まあ、ちょっとこれはインターナショナルカップでは使わないんですが、まあまあいいでしょう。ということで、あと8枚もあるんでね、やっていきます。ポストプレイヤー、パワフルシュート。さあ、誰だ？ティキノ・ソアレス。ブラジルのポストプレイヤーか。ブラジルのポストプレイヤー、初めてでもないんだね。ブラジルのポストプレイヤーって言ったら、フィルミノとかは何でしたっけ？フィルミノもポストプレイヤー？さあ、守護神。なかなかあれなんですよね。ブルーノ・バレラ。なかなかね、来ないんですよね。いい選手がね。でも持ってないんだ。ポルトガルのゴールキーパーっていたっけな、これいないんだったらね、かなりいいかなと。星4来ましたね。スペシャル高速ドリブル。誰だろう、頼む。インターナショナルカップで優勝していない国、来い。アルメニアのムヒタリアン。ムヒタリアンはな、好きな選手ではあるんですが、って感じですね。ヨーロッパリーグ出れなかったムヒタリアンですね。これ持ってんのか、餌にしたのか、売ってるのかわからないけど、ボックスにはいなかった気がするな。スペシャルコントロールクロスにカウンターですね。ポーランドの選手が今とりあえず欲しいかな。意外とポーランドね、選手が充実していなくて困っているので、これはフランスですね。フランスももう終わってるね。スペイン、フランス、韓国、ロシアが終わっているので、で、今イタリアがもうそろそろ終わるのでね、そこ以外が欲しいかな。さあ、来い。アダイ。誰？これは初めてな気がする。あ、初めてですね。アダイ。スペインの選手ですね。クロスアーのレフトミドフィルダー。どこの選手か一切見当もつかない。さあ、じゃあ次行きましょう。あと3枚。星5来ないかな。星4来ましたね。パスワーパスカットにカウンターハードマーカー。誰だろう。さあ来い。さあ来い。リュディガーか。これは持ってた気がする。これは持った気がする。残念。ドイツも意外と選手が少ないので、多分昔すごい売っちゃったんですよね。てんてんてんと。
ウルグアイか。ウルグアイはエコバがポストプレイヤーだっけな。そうやって考えたら全然ありですね。ポストプレイヤーの監督も欲しいところなので、さあお次はサイドアタック。よいしょ、でんでんでんと。ダルスコーはデンマークですね。まあ、デンマークはなちょっと関係ないかな。さあとりあえず星3チケットが全部終わったので、お次は星4以上確定いきましょう。星5の確率 2%。 2% か。 2% で、まあ内容は、まあ今来てる選手たちと、まあ行きましょう。誰か一人ぐらいね、インターナショナルカップで使える選手が来てくれると嬉しい。さあ、おー、マクシルミニアのロメロ。ただアルゼンチンはね、もうセンターフォワード枯渇してるんですよね。星5が溢れ返ってるんですよね。まあ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 いいでしょう。さあ行きましょう。来い、サイドアタックのアサルトトラップ。誰だ、アルゼンチン。え、うんうん、どう、初めてだよな。あ、初めてではない。はい、ありがとうございます。あ、ちょっとアルゼンチンのセンターフォワードは使わないんでね、アンカーとかサイドバックとかが来てくれると嬉しい。さあ、スペシャルテクニカルパスカットの組み立てセンターバックですね。組み立てセンターバックか。ポーランドにディフェンスリーダーがいたら、ちょっとそれが今欲しいんですけど、もっか、誰だろう。フィールヘーフェル。あ、オランダね。オランダもそういえば終わってたね。クライフ貫突したくて、無事にクライフ貫突できました。さあ、ただ持ってない選手ですね。ポジションはセンターバック。なかなか持ってない選手って最近は見ないような気もするんですけど、まあ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 、ちょっとね、優勝する前に来てくれてたら結構戦力に、なってくれたかなと思うんですけどね。星4のガチャさんはね、本当にインターナショナルカップでは頼りになりますからね。さあ、カバーリングでセンターバックで中央突破。来い、誰か、誰でもいいから来い。おーし、あ、待って、持ってる気がするな。持ってるな、これは持ってるな。もったいないな。まあ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 いいでしょう。いやー、なかなかね、新戦力が手に入らないところでございます。さあお次は連携テクニカルドリブラーのライトミッドフィルダー。ライトミッドフィルダーか。なかなか、フォーメーションで使わないんだよね、ライトミッドフィルダー。さあ、オランダか。ギュラノケルク。あ、微塵も知らない。はい。さあさあさあ。あ、持ってないっちゃ持ってない。さあ。決定力20丸。てんてんてんと。サンティーミナか。サンティーミナもな。スペインはちょっともう枯渇しているのでね。違う、枯渇じゃない。飽和しているのでね。全然いらないところ。さあ次行きましょう。いやー、こうやってね、もうチケットもどこから手に入っていっぱいチケットが貯まるのかもあんまり気にしてないからね、意識してないんですけど、こうやってね、チケットがたくさん貯まってダラダラ引くのも意外と楽しかったりするんですよね。さあ、アンドレ・ゴメス、ポルトガル。ポルトガルはフィーゴか。フィーゴもまだね、全然貫突してないので欲しいところではありますが、お、持ってなかったんだね。17、18シーズンは持ってるのかな。あー、ちげえわ、インサイドハーフか。これはかなりありがたいですね。ポルトガルのフォーメーションコンボ、かなりこれで選択肢の幅が広がったのかなと思います。さあ、パワーパスカットと回復ってことは、ディフェンスの選手かな、サイドバックか、センターバックか。あ、パパスタスプーロスな。パパスタスプーロス、こんな顔だったんだ。ローマにいたんでしたっけ。全然覚えてないな。さあ、ラスト1枚いきましょう。来い。お、ラスト1枚にして付箋なし。ただ星4。はい、ってことでサミュエル・グランサー、この選手も持ってないね。フランスの選手、フランスはちょっともう飽和してるのでいらないんですが、まあまあ、まあこんなもんでしょう。ってことでね、今回は溜まっていたチケットを全部引かせていただきました。ブルーノ・バレラぐらいかな。まあ、あとはリュディガー
アンドレ・ゴメスが、まあ、今回の当たりだったのかなと思います。またね、インターナショナルカップ意外と苦戦してて、まあ、今イタリアはね絶対余裕で勝てちゃうよくらいの感覚ではあるんですが、ブルーノ・バレラはやっぱりいたし、アンドレ・ゴメスもいるね。うん、髪型が変わってるね。ってことで意外とねもうちょっとインターナショナルカップも苦戦しているので、まあ、できるだけね選手育ててパパッとね、まあ、無駄に負ける回がないように頑張っていきたいと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。